シャドウズ・フォールは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州、スプリングフィールド出身のヘビーメタルバンドである。バンドの構成は、ツインボーカル、ツインギター、ベース、ドラムの5人からなる。メタルコアや、MA メタルと言われる、昨今のアメリカの新しいメタルムーブメントの走りであり、代表的なバンド。ボーカルであるブライアンの150センチメートル以上あると言われるドレッドを、 プロペラのように振り回すのがライブでの定番となっている。1995年に、現、キルスウィッチエンゲージのアダム・デュトキエビッチも在籍していたバンド、アフターショックのメンバーだったジョナサン・ドネイズがギターソロのあるメタルバンドを結成しようとマッシューバックハンドと共に立ち上げたプロジェクトが始まり、当初は経歴からかニュースクール、ハードコアの1バンドとカテゴライズされていたが、 スラッシュメタルを思わせるギターリフやメロディックデスメタルを思わせる助長的なギターソロをふんだんに使っておりヘビメタルの影響が色濃かったただハードコア的なアプローチもあったため後にアメリカのメタル界での大きなムーブメントとなるメタルコアという呼び方で呼ばれるようになった o w i ズイン、ザ・オーイズ・インは全米初登場20位をマークし 発売1ヶ月で39万枚を売り上げることとなり一躍有名となる。2014年8月25日、同月中から行うヨーロッパ北米ツアーをもって活動休止に入ることがアナウンスされた。ありがとうございます。